銀満事件で犯人が使うた子供の声のテープ私なんです。事件で使われた声は3つ。犯人から新たな挑戦状です。消費者の命を人質にマスコミを翻弄、未解決のまま時効を迎えた。35年経つ今やからこそ、キツネ目の男、深淵から息苦しなって口開く人間がおるかもしらんやろ。事件を予言、ええもん見したるわ。彼が生きていることを願うばかりです。誰の子供の頃の覚えてもない犯罪に関わって、あのテープのせいで曽根俊也さんですよね。事件は時効やしどうにもならへん。真実を明らかにすることに意義があります。どんな意義ですか。面白おかしく記事にして子供の未来はどうなるんです。もう逃げなくていいんです。絶対絶対夢叶える。のぞみ生きてますよね。曽根さんみたいに生きてる。本当に逃げ、お前罪の意識を抱くべきはあなたじゃない。本当の罪人を引きずり出します。俺の声を取ったのは誰？